それでその時のですね、おもちゃにしろこの宣伝ビラをね、アメリカが巻いたにしても信用するなということですね。もし人形とかそういったものが落ちてきたら、これは爆発率であるので拾ってはいかん、そういう教育ですね。あるいは目の色が違うから夜は見えないと教えられたんですね。全くのいい加減の教育だったんじゃないかなと。なぜ見えないかといったら、ヤギの目してますよね、ヤギはね。それで見えないと言ったのがね、子供ですから大人に言うことは全部信用するわけですよ。まあ、そういったことがあったりですね、まあ、そういうことは昭和10年生ですけれどもね、まず16年から国がこうなってますから、まず1年生やって、上陸時点まで国民学校の生徒であります。で、その上陸後はですね、小学校ということで入ったら、本土よりは1か年ぐらい633は遅れていますよね、沖縄はね。で、その時に23年ですけれども、まず633の1年生として中学1年生になります。で、今の中学校の敷地ですけれども、のっぱらですよね。校舎も何もない、木の下で勉強する。雨降ったら楽しい思い出、もう飛び上がって喜んで帰るんですね、お家に。そういったような小学校の生活でしたけど、皆さんはそういう経験をしないでほしいと思いますね。ただこの4月1日の上陸の状況をまた今度話してみましょうか。ちょうど北前の普天間川の近くの今半ビーチの入る道のドラゴンとラーメン屋ありますよね。あそこなんですよ、先生は。で、上陸するまでですね、我々としては、まあ、考えてないんですから、31日にですね、もう30日、31日からはちょっとね、漢方石とかそういった基準がいろいろと広くなりましたんでね。で、ズケランの方に移動したら、31日には日本軍が南部に行く日本兵がですね、通るんですよ。で、沖縄出身の兵隊だったんですけども、何名か南部に向かっていく。で、1日はですね、アメリカがもう上陸して、ズケランまで来てますね。で、うちのおふくろはですね、昨日までは日本軍がそこを通っていますからね、南部に向けて。で、翌日、上陸したとは知らないんで、兵隊がもう、鉄砲を持っている状況だから、手間なきで読んでるんですね。読んだら、鬼畜米兵という呼び方を しておりましたけども、アメリカが来て、うちの母は引っ張られ、我々子供たちは4、5名、壕の中に
逃げて、でおそらく親としては子供たちはアメリカに渡したくないということで、自分一人アメリカに連れられて捕虜収容所にですね連れて行かれたというような状況であったということはですねありましたけども、その31日、ね、私たちは捕まれて いないんですけども、おそらく状況から判断してね4月2日か3日じゃないかなと考えられるんですよ。実際に捕まった状況、これはなぜかというとですね、我々もう敵のですね軍艦がこう北谷から読谷まで、もうはしごみたいに渡っていけるような状況まで、そのぐらいの戦艦がありましてね、それを見ているときはあれでしたね、もうやり方もねいろいろとあるんですよ。朝は早い時間からこう陸地側に寄っていくんですね。夕方になるともう沖縄に引いてしまうんですね。これは日本の特攻艇のことだったと思いますね。今の白井がそこの山があったんですが、そこに特攻艇がありましたね。で鉄軌道みたいにして小さい軌道ですけど、そこにボートがあったんです。このボートはですね切り込み用の特攻艇なんですね。でそういうこともあって朝と夕方のね戦艦の移動というのがあったんだろうと思うんですけど、そういったことは艦砲はちょこちょこやるしね。それで私たちはもう親戚と一緒にですね10名ぐらいのグループですけれども、私の家族が5、6名ですから、親戚と10名ぐらいですね、南部に行けばですね日本軍のいるところ、これは遊軍と言ってましたけどね、この遊軍のところに行けば安全だと信じ込まされてもらったんですね。でそれで普天間の方に行きますとね、普天間の橋が日本軍によってもう爆破されてますね。で私の下に妹たちが2人いたんで、この普天間側の橋の方、今のリージェンの前のこの道は我々が高校卒業する時点ではまだ完成してなかったですね。急路がありまして、でそこを爆破されたもんだから落差がありましてね、子供たちはそこを渡れんわけですよ、小さい子供たちだけど。でそのために親戚は我々と別行路を取ってるんでね、もう我々が小さい頃の時は親たちは一緒になって死ねばいいと思ったと思いますね。それで親戚でありながらですね、この南部に行った家族はね全滅です。だから親戚とはいえ人間のですね心というものは置かれた状況によっては鬼にもなりますね。先輪さんにあとに
これを捕まえてるけども、家族6名のうちね、3回にしか一緒にはまとまってないですね。で、最初の、米軍に連れて行かれたのは母だけ。それから、この間この父、5名ですけども、アメリカを見てね、びっくりした。で、すぐ家の姉が逃げたんですね。で、そのために、一緒になるというのは、ある程度の期間があって、一緒にやってはいりますけど、うちのおふくろはですね、この土地が来ないもんだから、あちこちから捕虜された民間人がですね、その時の収容所の方には本部という呼び方をしてたんですけどね、そこに毎日のように通ってこの土地を探すと。これはもう親子バラバラになった人たちはみんな同じですけどね、それを繰り返しているうちに家族全員が一緒になったわけですけども、うちの姉はですね、私たちはズケランから収容されて島奥の方に収容されるわけですけど、逃げた姉はですね、実家のあるところの北前まで逃げましたね。それで一人私は9歳ですから3歳から12歳なんですね。で、自分のお家に寝泊まりをしながらですね、そういった食事もお家にあるものを食べたりしてやったけども、やっぱり捕まれて下奥に来たら一緒になったと。これが何日間というのはちょっとはっきりしませんけどね、そういった状況で収容されましてね、今度落ち着いたかと思ったら、日本軍のですね、島国の方の収容所がありますんでね、切り込みが来るんですよ、日本軍の残兵のね。で、そういうもんだから民間人の危険を感じたんでしょうね。これを強制的に今度宜野座村の福山の方に強制移動です。で、あそこにはお家もあるかと思って何もないんですね。のっぱらの方にトロッから降ろされて、テント支給というものもないんですよね。で、夏場であったんで、雨季じゃなかったんでね、木の下に虫色とかそういったものが張って、そこの下で寝泊まりしながらお家を作っていくわけですけども、これもうちの場合はもう母子家庭ですから、子供たちと母の人で、兄たちはみんな兵隊って言います。で、共同でお家を作って、かやぶきのお家ですけどね、これで床もですね、ないですよ。お家といっても床はね、どんそのまま土の方に草を枯れてきてね、それを引いてそこに寝るんですね。今度は雨降ったら困りますよね。今度は床を作るんだけども、床はどんなもんで作ってるかって言ったら竹です。竹、木とか竹でね、こう並べておいて、そこに寝る場所を作って床を作ったりしていたんですけども、
で朝起きたら学校行くわけじゃないですよね。で廃墟のですね、廃墟といったらまあ一人一人いくらというのやりますからね、米軍の支給物資ですよ、廃墟、これをもらいに行く、さもなければこの年だからあちこちに飛び回って遊ぶというような状況ではありましたけどもね。ただ福山でですね、小学校にいるわけですから、もう学校といっても校舎もなければ何もないんですよね。集まって木の陰に行ってお友達の皆さんが歌うと歌って教えたりするのはそういう日常だったんですね。まあそれから落ち着いてくると学校らしい学校はあるけども本は一切ないんですよね。先生方が持ってきた教科書というものはおそらくギノダソンの場合はですね、空襲とかそういったものはないですから、我々は中神から福山に連れて行かれた生徒ですから、もう着るも着たもの、食べるものも持てる範囲というのも決まりますからね、配給の生活をする。それでそこを見ているとですね、親たちの姉たちのやってるのを見てるとですね、大変だったろうなと思う。避難民は着物とかそういったものを持ってもいるんですよ。で地元の技能座とか総級とかそこの民間のね、その地元の人のところに持って行って物々交換やりますけどね、着物でも全て食べ物にかぶってやると、あるいは軍事物資の卵のキーの缶詰とかあるんですね。これは美味しいものは廃棄を受けてもね、量が大事なんですよ。量が多いということはお腹がいっぱいになるということですから、宜野座のですね、地元の人たちは持っていて芋とか野菜とかに交換する。それでソーセージとかそういったものがありましたんでね、で腹いっぱいを食べられるような状況を俺たちは作ってくれたんですね。で、あそこ行って買い物とかそういったものではないですからね、塩とかですね、ああいうのは買えないんですよ、どこも。で今の神奈の海行ってね、塩を汲んでいくんですね。塩を汲んできて自分たちで塩を作るんですよ。鍋に海水入れてね、火をボンボンだけは水蒸気となって結晶として残るんですね。そういったものを作ってみたりね、チッポプンには何というかな、